はい皆さんこんにちは今日も明日も明後日も実践アロノミ実践系英語 YouTuber の坂銀社長ですだいぶ鼻声もマシになってきましたそれでは参りましょう今回も元気よくパート5対策の問問題題です今回扱う問題はこちらの問題です まず最初の語はローンチですこの「ローンチ」は名詞でこの場合使われていまして発売開始とか開始という意味なんですね動詞で「ローンチ」が使われた場合はロケットなんかを発射するという意味で使ったり開始するという意味で使うんですね発射台のことを「ローンチパッド」と言ったりします、はいまあ、そういう何かね「発射してる」とかね「何かを始めてる」というそんなイメージで思っておくとイメージして覚えやすいと思いますはいということで「ローンチ」 発売開始とか開始でした選択肢からも一つだけスタグネーションですこのスタグネーションというのは名詞で不況とか停滞という意味なんですね形容詞系はスタグナントという風に言いましてこれで停滞しているという意味の形容詞になりますインフレーションでありますよねどんどん物の値段がどんどん高くなるやつ それと不況が一緒になったらスタグフレーションという最悪の事態がありますよね。あれはスタグネーションとインフレーションが一緒に合わさった合成語なんですね。はい、これからいろいろ起きそうですよね。はい、皆さん注意しましょう。はい、ということでスタグネーション停滞不況でした。 はい。それでは、このまで今日と一番かりで解説を加えるコーナーです。The coolant in sales can be attributed to the successful marketing campaign and new product launches. こうなってます。はい、じゃあ、こ文見ていきましょう。はい、こんな風になってます。販売の空欄、売り上げの空欄は何々に原因があると考えられるんだと言ってるんですね。これもう皆さん大丈夫でしょうか何回も出てきましたからね。 Attribute A to B は Ascribe A to B で言い換えられるんでしたよね。はい、この場合は受け身になってますから A to B の A の部分が主語になって前出ていってますからこの部分が A ということになります。はい、そして to B の B の部分が2つありまして1つ目は Successful Marketing Campaign そして2つ目が New Product Launches ということですよね。 この2つが原因となって結果的に売り上げの空欄が見られたということで AttributeA toB も AscribeA toB も B が原因そして A が結果という関係があるんですよというのは何度もお伝えしているから皆さんも大丈夫でしょうはいというふうになってます、はい、じゃあこの2つですよね この2つを原因と考えるとどんな結果が考えられるでしょうかというので選択肢を見ていきましょう B から Decline。これは減少とか衰退逆になりますよね売上上がってほしいマーケティングキャンペーンうまくいきました新しい製品も発売開始しましたそしたら売上は当然上がりますよね減少といったらうね逆の意味になってしまうんね 現象という意味では f ォールなんていうのも使いますし decrease というのも現象というので使えますよねはい次「stagnation」「停滞」「不況」これもマイナスの意味になってしまいますねプラスであってほしいですよねここはね2つともこれプラスですからね前向きな感じいい結果が出そうですだから decline これもね衰退・減少で悪い意味ですよね でセパレーション分離ということですけどもちょっと意味わからないね分離というのを入れたらねはいということで答えはちょっと難しい単語ですけども消去法で A と選んでもいいでしょうこの「Surge」というのは急増という意味なんですねまあ言い換えるとすれば「Sudden Increase」ということですはいちょっと難しい単語でしたけども他をねツにできれば正解がね A だというのがわかると思います はい。ということで、surge という単語をね、今回ちょっと語彙力として皆さんの頭に加えておいてください。はい。それでは、知識が定着する音読のコーナーです。The surge in sales can be attributed to the successful marketing campaign. はい。ちょっと長くなるので、ここで軽く切りましょうか。and new product launches. はい。じゃあ、前から意味確認。急増売上げのは 何々の原因があると考えられる何々に原因があると考えられる何にうまくいったマーケティングキャンペーンと新しい製品の販売開始ですねはいこの順番で理解できればもうあなたはネイティブそれでは音楽スタート The surge in sales can be attributed to the successful marketing campaign and new product launches The surge in sales can be attributed to the successful marketing campaign and new product launches The surge in sales can be attributed to the successful marketing campaign and new product launches. The surge in sales can be attributed to the successful marketing campaign and new product launches The surge in sales can be attributed to the successful marketing campaign and new product launches. The surge in sales can be attributed to the successful marketing campaign and new product launches. The surge in sales can be attributed to the successful marketing campaign and new product launches. The surge in sales can be attributed to the successful marketing campaign and new product launches. Good job!